おはようございます。12月14日火曜日です。時間は6時半ですね。今日はですね、1時間軸だけでお話していこうかと思います。レンジの幅をさらにシャープにしていきます。こちらをどうぞ。今ご覧いただいているのが1時間幅で、大雑把にね、113円の914から113円の212まででラインを引いておりますね。これをさらにね、シャープにしていきましょう。そんなに難しいことではありません。こんな感じに私に見えますけどもね、いかがでしょうか。もうちょっと縮めてみようかな。はい、わかりやすいように切り板で作りましたけども、113円の750と、あと下の方が113円の210ですかね。この2つ、あ、間違えました、すいません。下の方がね、ここです。113円の315です。まあですんで、43ピップスくらいですか。43ピップスぐらいしか、この間ありませんので、レンジ内でのやっぱり取引にはちょっと全然向かないですね。ですんで、ブレイク狙いにはなるんですけども、まあお話したようにこれもブレイク起きないと思うんですよ。もう12月のこの時期に入ってくれたら。だからこのレンジをどこまで維持できるかってことを静かに見守っていくだけの残り日数になると思います。その中でも万が一ね、大きく上か下にブレイクするでしたら、それは、改めてついていきましょう。ブレイクでエントリーするポイントはもうここです。上に行った時には110歳の914をオーバーしたら、バイでブレイクして、下の方に行く時は113の212を超えていったらセルでブレイクする。ただそれだけですね。はい。今日お話しするのは以上でございます。まあ、非常に分かりやすかったでしょ。だからエントリーするチャンスはもうないとは思うんですけども、それでもね、1回か2回ぐらい出てくるかもしれませんので、その時は、まあ、漏らさず、今年最後のエントリーだと思ってやるのもよろしいかと思います。目的の大筋は、この12月の半ばから、それから1月のね、半ばぐらいまでは、ほとんど休場するんですよ。まあ、ですんで、全体の流れを追っていって、細かく日々、戦略を立てていきながら練り込んでいくってことになると思います。明日もそんな感じでお送りします。それでは失礼します。